遅いなぁ。お待たせー。おい、ゴレ！そんな怒らないで。いえいえ、やったー。ジンゴジャッジ。はい、じゃあ本当の姿。うわ、来たー。あー、やばい、終わったな、これは。完全に終わった。人狼で恋人。はい、夜の行動。誰だろう、相方。これでまさか。え、人狼で恋人じゃん。人狼で恋人や、相方。相方も人狼で恋人。やばい、終わった。もう完全に終わった。いやー、これ厳しい。これめちゃくちゃ厳しいぞ。よろしくね。カミングアウト。おはよう。どうしよう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 。なんか占い師は無理やろう。霊能者やな。霊能者で出るしかない。普段調べますよ。俺も霊能者やぞ。ちょっと待って、霊能者出るしかないやろ、こんなん。ちょっと待って、霊能者クリスだっけ。霊能出るの。霊能出る、出るのかしら。サンドラ巨人。サンドラは何なんサンドラは何かしら。これどうすれば勝てるんやっていうか、無理じゃね。レールラされと終わりになっちゃう。釣っていい。カミングアウト。サンドラ釣りますか。サンドラなんだろう。やる気ない人やな。サンドラ。なんなんだろう。まあ。狂人？本当に狂人ならいいけどね。本当に狂人ならいいけど。恋人だから泣いたとか、うん、泣いたとかかしら。ちょっと白々しくね、白々しく。本当に狂人。よしよしよし、とりあえずね、とりあえずセーフ、初日セーフ。サンドラのおかげで。よしよし、では初日は、今日は、サンドラ釣りですね。うん。ですね。ですね。明日以降の進行はどうしましょうか。そう、スーザンめちゃくちゃ霊能者っぽい、これ。ほら、スーザンさっきから霊能者のことばっかり、ほら。霊能者、霊能者ってめっちゃ言っとるね。もうスーザン完全に霊能者や、これ。時短全員かよ。時短全員とかレアね。明日の進行は霊能の片割れ。時短しないのかしら。スーザン、スーザン絶対に霊能者ね。噛みますか。狩人2人おるからな、それが厳しいんだよな。カミングアウト。
しく。霊能者2人、これで確定かしら。なんで出たの？待って、どういうこと？スーザンじゃないの？もしかして。スーザンとロディか。スーザンとロディかな、多分。まあまあ、ロディの言いたいこともわかりますが。いやーロディ・スーザンだろうな。レイノス2だからもう一人出てない。スーザンじゃないの？なんかあたかも他におるように言うけど、もう一人出たらダメってどういうこと？レイノス2人出てますよ。レイノス2人出てますよ。スーザン出てますよ。スーザン、なんでもう一人って言うんや。やっぱスーザン、レイノスなんか。サンドラね。ほら、スーザン絶対霊能じゃん。なんでこんなすかすの？なんでこんなすかすの？スーザンにしましょう。30秒前。スーザンすかしまくっとんな。すごいな。うわ、めっちゃすかそうとしとる。さあ頑張りましょう。さあ頑張りますか。頑張りますか。スーザン喋るな、喋るな、さ喋るな。さあ処刑。夜の行動。やっぱ明日でいいえって。スーザンね。もう散々引っ張って言わないっていうね。やっぱ明日でいいやって。よかった、喋らんか。まあこれで、ね、もしかしたらカリュードが察してスーザン守るかもしれんけどな。ワンチャン。うわー、無理やった無理やった。さすがにか、さすがに無理か。さすがに無理やった。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。カミングアウト。俺も出るか。待てよ。どうなるの？俺も出るか、これ。待てよ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。待って、どうしよう。どうしよう。無理か。スーザンは何なのかしら、かしらぐらいに。うん、これ占い師が一人やろう。恋人てか占い師何？あ、弟子か。弟子か、これ。うん。霊能に狼。狼いるなら、ローラーしますか？ローラーでもします。アーニーが巨人やな。アーニーが巨人。
しいな。これどうすればいいんやろう。スーさんどうします。負けやろこれ。やばいな、だいぶしんどい。あ、でも RPP いけるか。ここ乗り切れば、ここ乗り切ればいけるな。メイドラね。ロディかクリス、どっちにしましょう。 RPP いけるけどって感じやな。アーニーが強靭だからサンドラリア強やな。これスーザン白でしょ。スーザンは確定しろよ。うん、正直言ってロディもちょっと擁護しつつね。ロディもクリスもフラットだよね。クリスもフラ擁護フラット見えますが、全員か。そう、いや、スーザンが迷っとるで、ここロディ釣りおさんとな。やべえ、ちょっと押されとる。なんだろう、黒要素。うわー、でもログがな、クリスあんまな。出方謎だし、出方謎だったし。あー、ダメ、これはちょっと擁護しすぎやな。ちょ待って、ちょクリスしっかりしなさい、しっかりしなさい。クリスの把握漏れがやばい。待てよ、クリス釣られたら終わるって。どうしよう、なんかいい方法ないか。なんかない、ちょ待って、どうしよう、なんかいい方法ないか。終わるやんこれ。いや絶対無理じゃんこんなん、終わりじゃん。もうなんか擁護できねえこれは。ロディ恋、どうしよう。クリス狼ならもっと生存意欲ないかしら、意欲出さないかしら。1分前、ここ外すと最悪 RPP になりますし、もっと考えた方が、ちょっとだいぶ考えてもいいのでは。だいぶ擁護するけど、これだいぶ怪しいけど、これロディ吸ってほしい。クリスにヘイト集まりすぎですし、ラインが、黒のラインが見えない、黒のラインが見えないです。もうめちゃくちゃ擁護する、めちゃくちゃ擁護。もう俺とクリスのラインだよこんな。ロディ行きませんか。
めちゃくちゃ強引にロディ、めちゃくちゃ強引にロディ、強引ですが、強引に見えるかもしれませんが、私はロディの方が臭いかと、ホウが臭いかと、やめろスーザン、待て、スーザン、ロディ、恋人かしら、やばい、やめろ、みんな、みんなやめろ、これはむちゃくちゃやわ、むちゃくちゃすぎた、これは。クリスが擁護できねえ、マジ。もう何にも喋らねえ、もう、ほんと。あまりにも生存力ない。さあ、終わってしまった。やっぱね、人狼恋人はきついな。サンドラなんやろ、サンドラなんやと思う。いやー、でもここで新目、ロディ先に行ってくれるんだな。ローラが人狼恋人で、エリック占い師ですし、スザン霊能者、ロディ霊能者、クリス人狼恋人で、ヤンカリウドはニーカリウド、フェイ占い師。え、サンドラ巨人じゃん。アーニー謎やん。アーニーなんなん、アーニー何なのかしら、何なのかしら、アーニー下流でやった。七位に下流でやった。サンドラ何なんだ、あれか、釣られて、サンドラは身を挺して人狼を守ったのかしら。人狼を守ったのかしら。うん。いや、難しかったな。じゃあ、スーザンが初日から霊能者すかしまくっとったよな。まあ。いや、ちょっとね、やっぱ運が悪かったな、さすがにな。人狼と恋人は。じゃ、バイバーイ。ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたら、ありがとうございました。